はい、こうちゃん、ドラマーが夢中に叩きたくなる本の、全力少年のエクササイズ がうまく叩けません。左足が難しいです。あ、オープンクローズですよね。例えば、譜面2の8、ドンタンドトタドットタドットタの、オープンクローズをするとしたら、使われてるハイハットのオープンクローズは、足を交互に動かすような感じなんですよ。そう、足を、このドチドチドチって交互に動かすような感じで、で、右手とバスドラを同時に入れてもらって、で、このドンのこのドンをこのなんていうの、こう交互に動かすような感じで。掴んでみてください。このズッズみたいな。で、これむずいってなったら、とりあえずは右手とバスドラだけを合わせる練習してもらって、で、右足を抜いて左のオープンだけを合わせるとか、で、どっちも合わせられるようになったら、このバスドラのハイハットとオープンを一緒にして、足はちょっとね、こう交互に動かすような感じで、まずはこのリズムパターンの中で左足を動かしてっていうよりかは、このハイハットオープンクローズズズだけを、これだけやってみるとそこに当てれるようになってくるんじゃないかなと思うので、割とこの曲のオープンクローズの入り方は全部この足交互のタイプのバスドラとハイハットオープンクローズが一緒に入るみたいな。ぜひちょっとこれをこれだけ練習してもらうといいんじゃないかなと思いますね。はい、